北海道からこんにちは、ポミーヒルフィガーです。ディズニーつむつむ、今日もやっていきたいと思います。はい、ただいまですね、日付がやっと3月の1日になりましたので、日付変わったと同時に録画をスタートしております。何はともあれこちらですね、新つむが出ましたよ。はい、ちゃんとシルエット増えてますね。ということで見ていきましょう。こちらですね、新つむ、モンスターズユニバーシティから、MU ランドールボイス付き期間限定と、レミーの美味しいレストランからのレミー、そして、ウォーリーからですね。はい、ウォーリーシリーズは2つ目になります。イブが登場ということで、こちらは期間限定。はい、この3つがですね、新つむ第1弾ということで登場しております。はい、ちょっとウォーリーと MU ランドールはちょっと予想を外したというか、予想してなかったんですけども、まあピクサーで来るだろうっていうのと、レミについては当たってましたんでね、かなりいい線いってたよね。しかも新つむ、この後のね、第2弾以降の、残りの3体についても当たってたしね。はい、ちょっと調子いいですね最近ね。はい、ということで、まあそんなことはね、さておきまして、今日もね引いていきたいと思うんですけれども、コインが262万6262コイン。つむつむつむつ、ちょっと一桁足りないんだよね。ちょっとね、つむつむにしてみました。はい、でこのコインだけだと多分足りないんですよ。でプレミアムチケットが何枚かあったので、それを足せばなんとかギリギリいけるんじゃないかなぐらいのコインになっておりますので、とりあえずコインで引いて、足りなければチケットを受け取って残り引こうかなと思っております。じゃあ一応ねラインナップ見ていきましょう。レミーが常駐なんだよね。はい、でもまあ確率アップしてるのであれなんですが、確率アップしていない通常の常駐ツムがなんとね一つだけになっておりまして、ロビンフットだけですね。スキル5の 85% だからで、多分あと2個でスキル間になるんですよ。まあ、いかにこのロビンフットを卒業させないでどれだけ引いていけるのかっていうところがね、今日の見せ場かなと思っております。まあ、あわよくばロビンフットを1回も出さないっていう感じにしたいですね。卒業させないっていうね。無理な気はしますけれども、あわよくばそれぐらい新ツムを連打したい。あーだこうだ言ってますけれども、確率を見ていきましょう。こちらです。じゃじゃん。あー、またやっぱり確率が違う。 MU ランドールが 26.27%、 レミーとイブが 35.03% となっておりますので、やっぱレミーとイブはあんまり強くない扱いなのかな。ロビンフットが 3.67%、 はい、この 3.67% を2回引いたらもう新爪だけになってしまうので、ロビンフットを引かないように頑張りましょう。ではでは、気合い入れて引いていきたいんですけども、まあ常駐がなくなったらもう雑談だよね。やっていきましょう。では最初の1個目、何が来るでしょうか。できれば MU ランドールが先行してくれると嬉しいですね。お願いします。来い。お、よっしゃ。あ、どうぞ、こちらこそ。はい、よろしくお願いいたします。こういうボイスなんですね。はい、なんか結構気さくだね。まだ学生の時、ひねくれ曲がってひん曲がりきってないランドールですね。かわいい、メガネがかわいい。はい、ということで早速なんで、こちら MU ランドールにセットして、同時進行で初見プレイの動画も撮りたいんで、まずね一プレイやっていきたいと思います。よし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 、幸先いい感じなんで、このままですね、順番にちょっと手に入れたいな。早めにプレイしたいんで、レミーかウォーリー欲しいですね。お願いしまーす。さあ、来い。よっ、よし、来たー、レミー。ランダムスキルですね。どんな感じなんだろう、気になるー。オーケーオーケー。じゃあこっちもね、初見プレイの撮影も含めてやっていきたいと思いますが、せっかくなんでね、こっちにまた変えていきましょう。はい、とりあえずですね、同時進行の初見プレイやってみたんですが、レミーが思ってたより良さそう。うん、ちょっとね、レミーが一番まあ常駐だからしょぼいかなって思ったんですけど、なんか意外と良さそうだよ。うん、ちょっと期待ですね。では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 、残り1個、イブをね、このままさらっとね、順番に出してしまいたいと思います。
お願いします。カモン、イブイブイブ、よし来た、めっちゃ引きいいじゃんちゃんと順番に出てくれた。はいはいはい、いや、いいね、いいね、いいね。ってことで、こちらのイブもね、早速、初見プレイやっていきたいと思います。まあ、イブだけシンプルだよね。横ライン消去っていうことで、これがどれぐらいになるのか、ラジャーと比べてどうなのかっていうところが一番気になるところかな。はい、じゃあこちらもね、ちょっとプレイしていきたいと思います。とりあえずね、本当にいい流れで、3種類とも全部手に入りましたんで、ここからが、まあ、本番というか、はい、ロビンフットがね、3.67% だったかな。だからなので100回ぐらい多分今回引くと思うんですよ。100回行くか行かないかぐらい。なので通常で言えばロビンフットがまあ 3,4 回出てもおかしくない確率なので、まあ、確率通りであれば必ず卒業するはずなんですけれども、今日はね卒業しないで終わりますよ。ロビンフットは引かない。前回ねめちゃくちゃ出たんですよ常駐が確率本当操作してんじゃないかなみたいな感じだったんで、これを本当に疑いたくはないんですよ僕もね。だから前回悪かった分今回ものすごくいい流れで来るはず。よし OK レミースキル2。まああとはね新ツムがどれぐらいの割合でね出やすいか、どれが一番先行するのかっていうのがポイントなんですが、レミー2連続レミー、できれば MU、 あ来ない、3連続レミー。いやまさかとは思うけど、常駐のレミーが出やすいとかないよね。そんなことないと思うんだよね。え？ロビンフーズ早いわー。常駐の話がどうのとかなんか難癖つけたら出たわ。すぐ出ちゃったマジか、もう出た、早っ。もうね、でもね、出ないから。もう出さないから。もう一回もロビンフット出さないで今日終わりますんで。はい、行きましょう。どんどんポン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 ってもうさらっと引いてきますよ。いいよ。また常駐レミー。あ、常駐ばっかりだな、本当に。いいよ。お、やっと出た。イブ。よしよしよし。イブかランドール。できればランドール。来い、来い、来い。ノー。レミーが出る。いやーほんとなんだろう、このはい、またまたレミー、なんでしょう、なんでしょう、この常駐の偏りやってんのか、本当にやってんのか。おい、よっ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 よー、まあ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 。ということで、なんと、もはや、ロビンフットが、スキルマックス、卒業、おめでとうございます。何ですかこれ。いや、ちょっとなんか言いたくないんですけど、だから今日は、ね、常駐があんまり出なくて、あ、やっぱりそういう確率の操作とかそういう闇なことはやってませんよねやっぱりみたいな話をしたかったんですけど、え？おかしくない？だってさ、まあレミーも常駐だよ一応ね。レミーの出方半端ないし、ロビンフットに限ってはもうまだ10回ぐらいしか引いてないですけど2回出たんだよもう3% ぐらいのが。いや最後までこの2月からの仕様変更ガチャモヤモヤした状態で終わりました。ということで新ツムだけ残ってる状態になりました。はい、確率見ていきましょう。こちらです、じゃじゃん。ランドール 27.27 でレミーとイブが 36.36。 はい、こういう感じですね。では引き続きレミーがどう考えても出やすいのかどうか、これがポイントだよね。はい、じゃあさらっと引いていきましょう。もうね新ツムしかないんでパッと引いていきましょう。ふっ、 OK、 イブ、よっ、おー2連続イブ。あー、未だランドールが1個しか出ないよ。ほい、
おお、ここに来てイブ連始まりました。またまたイブ。ふっ、あれイブばっかりになった。レミーが止まりました。よっ。来てるねこれね、完全にハイパーイブタイム突入しました。よっ、終わった。早いわー、これ宣言するとすぐ終わるんでね、このフィーバータイム。レミー、よし、どんどん行きましょう。ふっ、イブ。ちょっとあまりにもランドールが出なすぎるので、ランドール出るまでちょっと飛ばしますね。どんどん引いていきましょう。ふい、イブ。よっ、あ、やっと出た、やっと出ました。 MU ランドール、やっと2個目。どんだけ出なかったんだろう、相当出なかったんだよな。一番最初にランドール出てから今ランドール出るまで何回引いたんだろうね、ちょっと数えてみようかな。ランドールが一番最初に出て、その後ね、19回連続ランドール以外で、やっとランドールが2個目出たということで、この出方おかしいよね絶対。だってさ、ランドールがさ、何パー30着 27.27% でしょ。これを19回外したんだよね。そんな頻発するようなもんじゃないよね。いや、おかしいわ。こういうなんか不可解なことが毎回なのよ、起きるの。1回2回じゃなくて毎回だからね、疑っちゃうわ、困る。イブ、MU ランドールほんと出ないようになってんじゃねえかな。ほい、ほら、また出なくなった。ラミー、まあ、全部開けるからいいけどね。でもねこの出なさちょっとないんじゃない。イブ、いや、ぜひねこの動画を運営が見ていただきたい。あ、やっといた。 MU ランドール、ほい、レミー、まあどうせね、ランドールはほぼ出ないと思うんで、レミーとイブがスキル5ぐらいになるところまでちょっとポンポンと引いていきたいと思います。はい、またまたレミー。よっ、 MU ランドールスキル3。ほい、レミー。ほい、2連続レミー。はっ、 MU ランドール。ほい、はい、レミー。ほっ、イブ。ふっ、レミー。ふっ、イブ。ふっ、レミー、一足先にスキル5。はい、とりあえずレミーがねスキル5になりまして、イブもまあまあ出たんですけど、やっぱりレミーの方が多いですね。うん、そしてランドールもまあまあ出ましたが、スキル3の25っていうことで全然足りないですね。じゃあ引き続きどんどん引いていきましょう。ほい、またまたレミー。6%だから32個タイプだ。オッケー、よっ、イブ。ほい、 MU ランドール。ほい、おお、初めて MU ランドール2連続来たか、ついに来たか、ランドールの流れ来たか。ほい、終わったレミー。いやー、しかしさ、ほんとコロナウイルスひどいよね。北海道はね、非常事態宣言とか出ちゃったんですけど、エミューランドールスキル4、なるべくね外出控えてくださいねみたいな感じで言ってるんですけど、まあ別にね出かけちゃいけないわけじゃないんですけど、今回のね土日、なんかね昨日の金曜日、すすきのはねものすごい閑散としてたらしいですね。イーブ、なんかディズニーランドもね2週間ぐらい閉園するって言って、ちょっと残念だよな。 MU ランドール、まあ国からのね要請っていうことで仕方ない部分もあると思うんですけど、まあ閉園したっていうことがまあ本当にいいことだとは思うので、イブ、まあ後々ね開園してたから、コロナウイルス、新型コロナウイルスの感染が拡大しましたみたいなことを言われたらね、後々ディズニーに響くからね仕方ないんでしょうけども。レミ、ちなみにこの臨時休業みたいな感じで閉園するじゃないですか、
で、ディズニーの働いているキャストさんってめちゃくちゃ多くいらっしゃいますけど、その人たちの給料どうなるのかなと思ってね、ちょっと調べたんですけど、レミ、さすが大企業だよね。儲かってるだけあってね、ちょっと太っ腹なんですけど、東日本大震災の時もそうだったらしいんですが、イブ、なんかね、満額じゃないけど、一応その閉園してる期間、東日本大震災の時だったら1ヶ月ぐらい閉園してたんですけど、MU ランド、その間も、まあ、満額じゃないけど、ある程度のお給料はもらえてたらしいですね。で、足りない分は、まあ、日雇いバイトとか、なんかその辺をやって、やりくりとかをしていました、みたいな、キャストさんの話があったので、まあ、一応今回ももらえるんじゃないですかね。イブ、いや、もしね、万が一、僕の働いてるところで、感染者が出たって言って、自宅待機になったら、絶対うちはね、もらえないね。レミ、絶対もらえないよ。いや、そういうところだよね、ディズニーって。オリエンタルランドはやっぱ違うよ。ふっ。またまたレミレミとイブ、まあまあね、いい感じに出てるので、まあレミの方がなんか若干出やすいのが腑に落ちないですけど、ランドールとの開きがやっぱ激しすぎませんかね。よし、まあ後半残り100万コインちょっとになったんで、ラストスパート頑張っていきましょう。ちょっと飛ばして引いていきます。いつも長くなっちゃうからね。ほい、レミよっ、 MU ランドール、ほっ、イーブ、はい、レミ、もうこういう感じでさ、順番に出てくれると嬉しいんだけどさ、固まりすぎないでいただきたい。よし、いいじゃん。 MU ランドール、こい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 、ランドール連死ねー。イブ、はい、おー、きた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 、ランドール、ランドール来て、ランドールお願い、よっ、レミ、はい、2連続レミ、連打するのはレミばっかりだな。はい、MU ランドール、ちょっとだけランドールの出が良くなってきた気がするけどね。おお、おお、来た来た、 MU ランドール連、2連続、はい、おお、初 MU ランドール3連続スキル5、はい、MU ランドールスキル5になりましたが、まあ出方は最初から最後まであんま変わんないかな。若干ランドール増えてきた気もするけど、やっぱ出にくいには変わらないね。はい、行きましょう。じゃあもうラストスパート引いちゃいましょう。はい、レミ、はい、イーブよっ、イブ2連続、ほっ、レミよっ、イーブ、はい、イーブ2連続、またランドール止まってきたよ、悪い癖だな、うっまたまたイブ、ランドール来い、よし、オッケー、ランドールよっ、レミー、ほい、2連続レミーよっ、3連続レミー、ほい、 MU ランドール、ほい、レミー、お、早い、レミーがスキルマックス卒業、おめでとうございます。はい、ということでレミーがね、なんとスキルマックス卒業いたしました。レミーが卒業するまで32個のタイプだったんですけど、同じ確率で出るはずのイブ、こっちは29個タイプなんですが、イブの方が断然出にくい。常駐だからレミー出やすいとか隠れ設定あんのかな、疑っちゃいますね。イブあと何個だろう、7個ぐらいかな。じゃあ一応ね、確率どうなったか見ていきましょう。 MU ランドールとイブだけ残ってる状態での確率はこういう感じです。じゃじゃん、おー、ランドール 42.86%、 イブが 57.14%。 そのさ、 15% ぐらいか、 15% ぐらいの開き。まあどう考えてもランドールが出にくいよね。どうなんですかね、この確率でこんな開くもんですかね。そんな気はしないんですが、まあさらっと引いちゃいましょう。よっ、
そうですよね。まあイブが出ますよね。ランドールどんだけ出るかな。おい、イブ2連続。おい、MU ランドール。はい、2連続 MU ランドール。まあここまで来るとそんなに開きというか差はない感じがしますね、出方に。お、いいじゃんいいじゃん。 MU ランドール3連続。ここまで来なきゃダメか。ランドール4連続。ここで連打しても嬉しくないよ。ほい、5連続ランドール。ほい、6連ドール。種類が2種類になって初めて連打する。そういうところ、これが MU ランドールですよ皆さん。多分僕だけですけどね、こんな出方するの。ふい、おお、来た、やっと来た。イーブあと1個。おっ、コインがなくなりました。ってことで、あと何個だろう。ランドール11個でイーブが1個だから12個ですね。チケットで足りると思うんでチケットもらってきます。はい、12枚取ってきましたんでパッと引いちゃいましょう。おい、 MU ランド。おい、 MU ランドール。おい、 MU ランドール。おい、おー、来たー。はい、ということでイブがスキルマークス卒業、おめでとうございます。はい、最後ね、驚異の追い上げを見せたランドールですけれども、あと残り8体残ってるっていうことで、まあ最終的にはね、そうですね、2種類になってからのランドールの出方が良くなっただけで、ちょっとあれですね。まあ無駄ですけど一応見ときましょうか。はい、こういう感じですね。はい、 100%。 じゃあ残り8体引いていきましょう。 MU ラ、ん、ド、オープ、ルー。はい、最後ですね。おい、ということで MU ランドールスキルマックス卒業、おめでとうございます。はい、ということでやっとですね、引き終わりましたが、うん、なんかほぼ新ツムだけなのに、なんか引くのちょっと疲れちゃった。この作業でちょっと疲れちゃった、お腹いっぱいになっちゃった。はい、ですね、今回もひどかったね。ロビンフットを全く出さずに、まあ、終わらせようかなって当初言ってたんですけど、まあ、そんなこともなくね、健闘むなしく、もう前半も前半もう超出だしに終わっちゃうっていうね。しかもレミーばっかり出まくって、ここまでスキルマが多くなっても未だに闇を感じてしまうっていうのがね、ちょっと問題だと思うんですよね。はい、私はねちょっとね問題視をしております。で、これでまあ私はね、こちらのボックスは以後ね新ツムしか出てこない状態になるんですけど、ちょっとなんか2月からのこの仕様変更のこの闇ボックス検証していきたいので、もしかしたらちょっとサブアカの方で別枠でね、今後とも開封して検証していきたいかなと今感じております。この闇はちょっとね今後とも追求していきたいと思います。ってことで、まあ毎回ねこちらボックス開封長くなっちゃうんで、今日はねこれぐらいにしておいて、せっかくね3つともスキル間になりましたんで、スキル比較、まあ MU ランドールちょっと比較難しいんですけど、動画に収めんの。はい、まあこの辺のねレミーとかイブとかね、スキルごとの、まあ、能力の比較の動画とか、あとはまあプレイですね、下手くそでもどんぐらいいくのかなみたいな感じの動画とかもやっていきますので、プレイは上手くないので、下手くそがやって頑張ってやってどれぐらいいくのかみたいな、まあちょっとね一部の方の参考になるかなとは思いますので、ぜひね気になる方は見ていただければなと思います。少しでもね楽しんでいただけた方は、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ポミーヒルフィガーでした。したけ。